はい、億万長者合宿をご覧の皆様、いつもありがとうございます。速稼塾の久保でございます。今回吉谷さんからね、7万円稼ぐ方法ということでお送りいただきました。私はね、7万円稼ぐ方法とは別の切り口でお届けしたいと思うんですけども、そうですね、2万5000円稼ぐ方法というね、7万円からするとちょっと落ちるんですけども、ただ2万5000円で稼ぐ方法ね、これちょっと意味を知るとね、身を乗り出す方もいるんじゃないかなと思うんですよ。というのが4月、今日は18日なんですけども、4月18日時点で、今月ね、4月の速稼塾の入塾者の方ってのは23名いらっしゃるんですよね。23名です。で、この23名の方の中で、昨日10名ぐらいのね、実績を上げた方、売り上げを上げた方を紹介する動画を上げたんですけども、まあ、5000円稼ぎましたよとかね、中には5万円ですよみたいな方もいらっしゃったり、2万、3万みたいな方がね、結構多かったと思いますけども、中には12万みたいな方もいるんですけどもね。で、平均でですね、速稼塾に入って、最初の1週間で、いくら稼げていたのかなってことを23人で割り算すると、なんとね、1人当たり2万5000円なんですよ。23名の方が速稼塾入って1週間以内に最初の、まあ、カリキュラムね、椎の木康晴っていうシリーズのカリキュラムで1人平均やらない人も込みで、12万円稼いだ人も込みで2万5000円が平均で、まあ、売り上げたよっていう報告いただいてるんですよね。やってない人はもちろんゼロなんですけども、報告いただいてない方もゼロなんですけども、いや、これなかなかすごいなと思ってるんですよ。まず何がすごいかっていうと、やっぱりね、みんな稼ぎたくって速稼塾に入っているっていう方が多かったっていうのは、私にとってもちょっと救いなんですよね。うん。で、私もね、普段稼ぎましょうとかね、儲かりますよみたいな放送ばかりしてるわけじゃなくて、大筋はそれとは全く関係ない放送なんですよね。もうご存知の方多いと思いますけども、私はね、なんか商品を紹介したりとか、稼ぐ方法をバン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 やったりとか、インチキな人をこうなんですかね、いわゆるディスったりとかってことをしてるわけではなくって、本当に自分の感じたままに今の社会状況とかこれからどうなるみたいなこととか、時にはね、大和くんみたいな子供の子育て番組とかやってるわけなんですよ。ほとんど趣味みたいな放送です。でもその中で私に興味を持っていただいて、チャンネル登録していただいて、それから久保さんっていうのは別の動画を見たら稼ぎについてもやってるんだなと。で、大筋はですね、私がこういう暮らしを毎日してるんで、隠居暮らしっていうんですけども、誰にも会わずに外出も全くせずに、まあ、月収だけはもろにあるというね、そういうところに、まあ、魅力というか興味を感じて、いろいろとね、お問い合わせいただいたりとか、速稼塾に入って何か勉強したいって思ってる方が多いと思うんですよね。で、最初の1週間でやっぱりそうなるわけじゃないですか。今まで考えたことのないような稼ぎ方がそこにあって、きちんと自分でね、外出もせずに、セールスもせずに、仕入れもせずに売り上げが上がって、それが後々入金されるというね、こういうパラダイムシフト、思考の変化が起きるというところにものすごくね、可能性を感じたりとか、あ、速稼塾入ってよかったみたいなことになると思いますし、この放送を見てね、例えば全然やってない方も自分もやんないとなっていうふうになってきて、後から火がつくっていうケースもあると思うんですよ。さあ、それで、ね、今回私はもともと麻雀店で赤字ばっかり垂れ流してた人間なんですけども、その中でネットビジネスを始めて、吉田さんも言われてましたけども、私ね、麻雀店を捨てたわけなんですよ。多くの方は会社にバレたらとかね、会社の中で立場が悪くなったらみたいなことを考えますけども、私は立場が悪くなるどころか、社員もいたのに全員解雇してね、店も辞めたわけですよ。退店処理にかなりコストもかかりましたし、お客さんとの関係もね、断ち切らないといけないところで非常に苦しかったです。前回吉谷さんがFacebook のアカウント消すときにちょっとね、躊躇したみたいなことがありましたけども、いや、私もね、躊躇はありました。躊躇はあったんですけど、あえて無視しましたね、その躊躇の感覚を。これから素晴らしい世界に行くんだと、もうね、高校に憂いは立たないと、ね、振り向かないぞみたいな気持ちを毎日毎日自分に対して盛り上げて、もうね、閉店したのが2015年の7月19日だったんですけども、8月には麻雀店をやってないぞとかね、8月にディズニーランドの予約をするぞみたいな感じでね、本当に予約して8月はディズニーランドを奥さんと行ったわけなんですけども、まあ、もうとにかくね、自分の未来にはこれがあってこれがないみたいな、そんなね、未来をまず選択して決定して、あとその未来につながらないものは全て捨てたって感じですよね。もちろん麻雀店も捨てて、麻雀関連の人との付き合いもその時以来なくなってとかね、お客さんとの関係も、やっぱお客さんね、累計で1500人ぐらいいらっしゃったんですけども、名簿書いてくださった方、その方たちとの関係もほぼ今ないですね。たまにね、連絡いただいたりとか、私のところにお越しいただいたりとかね、そういうのはあるんですけども、まあ、ほとんどないですね。そういう感じで、次は何を失うべきなのかってことを私は、まあ、
決断することができて行動することができたかなっていうところですね。だから欲しいものを決めたら、それに対していらないものをね、やっぱりこうたくさん決めないといけないです。一つ手に入れるために100ぐらい失う覚悟がいるってことなんですよ。例えば今この部屋見てください。私のトレーニングルームで、ここはねほとんど誰も使いません。私しか使わないです。筋トレをしたりね、ムービーシアターじゃないですけどもビデオを見たりとか、あの55型のモニターでシャドーボクシングしたり牧人をついたりするわけなんですよ。でたまにこうやってライブ放送を撮りますけども、非常にね広い部屋です。この広い部屋もいつかはこの中から荷物を全部出してね、この部屋を私にとっては捨てなければならない時が来るんですよ。はい、息子の大和くんですけども、この大和くんがね、まあ5歳6歳ではまだかもしれませんけども、少なくとも10歳ぐらいになったらこの部屋をねこの子にあげないといけないかなと思うんですよ。もちろん学習机を置いたりとか大きめのベッドを据えたりとかね、ソファーを入れてあげたりとかして、スペシャルな部屋をね、10歳ぐらいのこの大和くんにはプレゼントするつもりです。その時私はもうねトレーニングする体力も気力もないと思いますので、ちょうどいいかなと思うんですけども、少なくともこの部屋はその時までこの大和くんにね借りてるっていう感じですよね。大和くんカメラ見てごらんまあそんな感じでね、もう私は常に、次の日失うものとか10年後に亡くなっているものとか20年後に、もうこの人はいないだろうなみたいなのを覚悟しながら生きてますね。だから今ある状況がそのまま都合のいいものだけ残ってくれるみたいなことはなくて、例えば両親に対してもそうですしね、友人に対してもそうですし、あこの人数年後にいなくなるなみたいなね、そういうことを心の中で覚悟したりするわけなんですよ。非常に悲しいことではあるんですけども、時間は進みますし、これ全て現実ですから。社員を失った時もやっぱりね寂しかったですよ、自分が思いを込めて、あこの人に来てほしいなとか、こいつにはうちに来てほしいなと思って、でいろんな就職先の中からうちの会社を選んでくれるわけですからね。でなるべく高い給料を払いたいな、なるべくこいつの暮らしをね、自分の力で何とかしてあげたいなとか、喜びを知ってほしいなとか、いろんな思いがありました。そういった一人一人との、最初は他人だった人との家族みたいな関係になること、そういう出会いが結局私が会社を辞めることとか閉店すること、一つの会社法人を閉じることによって関係がなくなるわけですよね。やっぱそれは寂しかったですよ。でもその寂しさってのはこれからの糧にしないといけないと思いますし、その寂しさにね、その感情に負けるようでは金は稼げないですね。で金を稼いだら初めて分かるんですよ、本当の寂しさとか悲しさとか孤独の意味が。私は今ね、寂しさっていうのは覚悟だと思いますよね、まあ何と言いますか、覚悟ができない寂しさと覚悟ができている寂しさ、そういうのがあると思うんですよ。そして寂しさっていうのは孤独とイコールではないってことも今感じてます。私は基本的に今全然外出もしてませんし、今ね世の中自粛ムードだと思います。出勤もなかなか難しかったりすると思いますけども、私はあらゆる出勤がないんですよね。で反面こんな状況でもスーパーやドラッグストアで働いてる方に対する敬意っていうのは多分もうね、もう波の10倍20倍100倍ぐらいあると思うんですよ。私はだからそういうことをせずにお金を使えばいつでも商品を提供したりサービスをね提供してくださる方がいるってことで、本当もっともっと払いたいなって気持ちですよね。そういう方が少しでも自由になっていただければと思います。で逆にそういう方が自由になっちゃうと、今度はね商品やサービスを提供する方がいなくなると、これはこれで困りますんで、どっかにそういうふうに現場を支えてくださる方がいないとなっていうところで本当にありがたさを感じるんですよね。で私は個人的にこうやって自由になりましたけども、社会はまだまだ自由じゃないなって感じてるんで、一度にね全員を自由にするってのは無理ですけども、こうやって速稼塾に縁を持ってくださった方とかね、私の動画を見てくださる方から順番にでも、本当にねおこがましいんですけども、自由に一歩でも近づいてくれればという思いで、こうやって放送を続けさせてもらってます。私がインターネットビジネスに出会ったのは40歳の時です。その頃ね吉谷さんとの出会いも同時にあったり、新潟の奈美さんとの出会いもあったりしたわけなんですけども、それからね吉谷さんはずっと私のことを見てくださってると思いますけども、どうにもならない人間が一気にねこうやって自由を手に入れて、で派手派手で儲かっている人も当時いたと思うんですよ。私が40歳の頃ね、2012年とか2013年の頃、その派手派手で儲かっていて私なんかから見たら憧れみたいな人が今本当にね落ちぶれてどこに行ったか分かんないみたいな、そんな人は山ほどいる中で、私はね地方で本当に小さいことからコツコツやっていきましたけども、で今もねコツコツやってるだけなんですよ。本当に同じです。
なんか夢のような方法を用いたりとか、広告料をボーンとぶち込んだりとか全くしてません。そもそも広告なんていうのは私出したことがないんで本当にこの YouTube の放送を毎日毎日繰り返すだけで、動画の本数が上がってきて、で今のような暮らしがそこにあったということなんですよ。もちろんこれは目指してましたけども、確実にそうなるなんていう保証はないですし、自分も確信はありませんでした。ですんでやった結果何もないってことを覚悟しましたね。5年10年やって、はい、お疲れ様、何もありませんでしたっていうのも覚悟してやりました。でも覚悟してやった結果生き残ってこれたのかなと思いますし、どっかでねへこんで折れていたら多分今の暮らしはなかったと思いますし、こうやってね息子の大和くんも生まれなかったと思います。出産にはかなりお金がかかるんですよね。私お金がないと多分この子は持てなかったと思いますから、本当に、まあ、金で買った命みたいな感じにはねなってほしくないんですけども、確かに私の資産額がもうちょっと少なかったらね、多分この子のことを考えてあげれなかった、地上に生まれるべき命が一つなかったんだと思うと、本当にねこの子を大事にしていきたいなという思いと、あと私と同じ年代でね子供を望んでいるんだけども経済的な理由で子供が持てないとか、子供は持ったんだけども経済的な理由で別れなければならなくなったみたいなことが一人でもねなくせればと思って、こうやって放送を続けさせています。はい、タイトルはね、7万円稼ぐ方法からだったんですけども、なんか生意気にもね人生観みたいな言葉で語ってしまいました。本当すみません。でも私のね放送ってのはこんな感じで続いてるんですよ。何のバックエンドもなく、何のセールスもなく、ただただ私の感じ方とかね思いを伝えてるだけで、そこに共感してくださる方と一人一人ね、向き合って幸せってのは何なのかなとか、そしてその幸せになる方法でどうしてもどっかでお金を稼がなければならない時に、稼ぎ方だけは私はねお伝えすることができますんで、自分でも稼いできましたし、稼げる人をたくさん作ってきたというところもありますので、きっとねお役に立てると思うんですよ。そういう思いを込めて、その億万長者合宿っていうタイトルもついてると思いますし、億万長者合宿にリメンバーってついてるんですよね、だからこれ忘れないって意味なんですよ。本当に初心を忘れないぞっていう気持ちで、お金がない時も、借金が3000万ほどあった時も、今みたいにゆったりと暮らしてる時も、気持ちはずっと忘れてないんですよ。最初のコツコツを絶対手放さないことだと思いますし、そういう姿をね視聴者の皆さんやこうやって大和くんに見せていくこと、そして吉谷さんに見せていくことですね。吉谷さんはね、私が魔法の手法を使ったことが一回もないってことはご存知だと思うんですよ。そもそも魔法の方法なんてないんですよね本当にコツコツやるだけでとんでもないところに行けるわけですよ。今回ね動画をご覧になってくださってる皆さんには非常に退屈で苦しいことかもしれませんけども、コツコツと一歩一歩やること以外には本当にね夢物語みたいなことは起きないんですよね。確かに最初インターネットってものにビジネスが入ってきた時にはバブルでした。誰がやってもインチキ商材みたいなもんでもバンバン売れて1000万2000万みたいな世界あったんですよ。その時は楽に稼げるっていう、そういう風な印象だったんですけども、2011年私がインターネットビジネスってものをね知った時にはもうすでにそういうバブルが終わって、真面目にやる人しか残らないみたいな、そんなね世界が始まってました。そしてその時に予言されていたのが、あと3年5年そして10年経つと動画の本数が多かった人、その時点で多かった人だけが勝利するみたいなね、そんな予言が あったんですよね。当時ヒルズ族みたいな人も一部そういうこと言われてて、だから動画を量産してるんだみたいなこと言われてましたけども、本当にそれはねその通りだなと思いました。その当時は 4G とか 5G みたいな概念なかったんですけども、ただ本当に正解でしたね。今は、当時はねスマホで動画を見るってことはできませんでしたけども、今はスマホで動画を見るのが当たり前。おそらくこの動画はスマホで見てる方とか、あとは画面は見てないけども聞いてるよって方ね いらっしゃると思います。ながら仕事で動画を見ている聞いているみたいなね、本当そんな世界が来た時に、動画の本数が吉谷さんとね私肩を並べると言ったらね、私なんてまだまだ吉谷さんには追いつかないんですけども、吉谷さんの背中をね、見える位置にはいると思うんですよ。でそういうところでこれからも一緒に走り抜けていきたいなっていうのがね私の思いです。吉谷さんこれからもよろしくお願いします。大和くんもいつかね動画デビューすると思いますんで、その時はまたリレーの仲間に入れてあげてください。では失礼します